こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、わかめラーメン麺大盛りでわかめ7杯の7杯わかめラーメンを食べたいと思います。海王家みたいですね。これも視聴者さんからリクエストしていただきました。ありがとうございます。見てください、わかめが多すぎるので大きい容器を使用しています。わかめ好きにはたまらないですね。私はわかめ好きかどうかっていうと普通です。でも結構好きだな。じゃあちょっと中を開けてみます。はい、中身こんな感じですね。なんと火薬のわかめが2袋入ってます。なんかこっちは5枚入りで、こっちは小盛入りですね。火薬が2つ入ってるってすごいですね。で、スパイスで液体スープですね。で、麺はこんな感じの麺です。あ、そうですね、麺が少ないように見えるけど違いますね。容器が大きいんですね、このわかめのために。まずは2つの火薬を開けます。普通はこの7分の1なんですよね、わかめが。思い切ったもんですね。私はじゃあ70杯分のわかめラーメンのわかめを食べることになりますね。はい、こんな感じです。で、スープなどを入れずにまずはお湯を入れます。そして3分待つわけですね。はい、じゃあ開けてみます。じゃーん、うわー、めっちゃわかめが山盛りになってる。すごい、こんな感じですね。わかめが生い茂ってます。わかめ畑ですね。で、ここに液体スープを入れて蓋の上に置いて温めないといけないですね。で、この特製スパイスを入れます。じゃん、完成です。結構ずっしり重みがあります。もうほんとわかめだらけですね。1カップの重量感が見たいんでね、最初1カップで食べてみます。いただきます。ほら、わかめがね、一箸にもう絡んでますね。うん、わかめの歯ごたえがいいですね。麺もね、中太ぐらいで歯ごたえがあって、このわかめのなんかシャキシャキ、シャキシャキじゃない、なんていうの、グニャグニャみたいなこの歯ごたえが結構いいです。で、わかめの風味もいいですね。うん、美味しい。ほんとわかめめっちゃ入ってるわ。なんかヘルシーな感じがするよね、海藻いっぱい入っとったら。なんかラーメンのトッピングでも中でもめっちゃ罪悪感のないトッピングって感じがする。あ、コーンがわずかに見える。わかめがめっちゃ多いからコーンとか隠れちゃう。スープもね、わかめスープの味ですね。美味しいです。味もね、程よい濃さで美味しいですね。ほら、わかめです。わかめてんこ盛りです。すごい満足感がありそうですね。なんか海藻って結構腹持ちがいい感じですよね。満足感がありそう。完食です。美味しかった。ごちそうさまでした。いや、わかめラーメンめっちゃ美味しかったです。とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。っていうのは嘘で残りの9カップ分を作って持ってきたいと思います。じゃん、来ました。私ね、いつもこのお皿で作るとき蓋がないからラップで蓋するんですよね。で、3分経って見てみたら、じゃん、若干ですけどね、わかりますか、盛り上がってます、わかめで。じゃあ開けてみたいと思います。すごいですね、わかめってお湯につけると超増えますもんね。じゃーん、すごいわかめ丼みたい。あ、わかめラーメンですけどねわかめがね、器からこぼれ落ちそうです。そしてめっちゃ重いです。なんかね、お湯入れる量がね、すごい多かった。1カップに対して 640ml のお湯がいるんですよね。すごい、気をつけないとこぼれそう。じゃん、完成です。結構迫力のある映像ですね。いただきます。いや、まあさっき食べたのと同じ味なんですけどね。いやー、すごい。でも、もうわかめがすごいから量がすごいな。うん、わかめの歯ごたえいいですね。わかめスープみたいなね、味でね、あの醤油スープで胡椒がね、効いてます。ちょっと急いで食べないと麺とわかめがお湯吸っちゃうやつですね。すごい、わかめの塊。もうめっちゃわかめ欲が満たされます。わかめ欲という言葉を私は今日初めて使います。
すごい、わかめが束になってます。うん、やっとスープが見えてきましたね。もう今までわかめだけでもう何も見なかったですからね、そこの方とか。ほんとわかめの量がすごいですね。節約中とかでもわかめトッピングっていいですよね。こういうスープにわかめをたっぷり入れてダイエット中とかでも良さそう。うん、でわかめって結構歯ごたえがあってよく噛むから満腹感も満たされそうですね。すごいです、口いっぱいにわかめ頬張るってあんまりないです。すごいですね、こんだけ食べ進んでもトッピングがこんな大量になるってめっちゃ嬉しいです。お味噌汁とか何杯分なんでしょうね、このわかめ。やっぱり7杯なんですかね。私の場合10杯分食べてるとか70杯です。すごい、今これロコットのほぼわかめですよ。甘さが海でその時はザルに乗ったやつみたい。結構程よい量になってきましたね。それでもやっぱすごいな、わかめ。もう今日ね、私でも1年分のわかめ食べたんじゃないかなって気がします。でもわかめって美味しいですね。あとはスープだけです。ごちそうさまでした。わかめ70倍ラーメンもわかめがたっぷりで美味しかったです。わかめってね、健康にも良さそうだし、いいですよね。まあ、ラーメンってさ、やっぱどっちかっていうと、ちょっと健康志向の人は控えた方がいいのかなってイメージじゃないですか。だからわかめがこんだけたっぷり入ってるっていいと思います。ほんともうわかめが贅沢に使われてましたね。もうわかめ畑がと思いました。とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみては、多分これ期間限定だと思いますね。いかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしい、固定食べてほしいものがあったら、よかったらコメントなどで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。あ、部屋をまた模様替えしました。今回の部屋もね、結構ね可愛いかなって思って自分では気に入っています。じゃあね、バイバーイ。